この時間は2018明治安田生命 J1 リーグ第21節サガン鳥栖対浦和レッズの一戦をお伝えしていきます。ピッチ上に姿を現してまいりました。サガン鳥栖、前節セレッソ大阪に勝って7試合ぶり久々に勝利を収めました。あとは金崎、そして当然トーレス、この辺りにゴール、今日こそまた期待が集まるという鳥栖。しかも今日はかなり多くのサポーターの数がこのポスタメニティスタジアムに詰めかけています。もちろんアウェーの、浦和レッズのサポーターもかなり多いんですが、さあ改めてスターティングメンバーです。フォーメーションでご紹介します。鳥栖ゴールキーパー権田です。そしてフォーバック、右から小林、キム・ミンヒョク、高橋裕二、吉田。今日は一応こういう並びを予想します。右に福田、そして中に高橋テトと原川、左に小野、ツートップトーレスと金崎。ただこれはまあ予想ですので、また鳥栖の布陣試合に入って確認していきたいと思います。こちらはここ数試合おなじみの布陣並びという今日の予想になります。ゴールキーパー西川、3バック、右から岩波、マウリシオ、そして牧野、中盤右橋岡、柏木、青木が中にいて、左が宇賀神、そしてファブリシオ、武藤、トップの位置には興梠。実に4試合連続で同じスターティングメンバーということになります。浦和レッズです。これはいい展開にある、素晴らしいボールですね。はい、橋岡仕掛けるか、ゴール前放り込んで、興梠飛び込んでいきましたが、中の入り方の前、興梠選手ですね。低いか、今度は小野が触りに行きます。もうシンプルにトーレス足元、トーレス、あと入って、福田のシュートでしたが、トーレスに当ててというサイドは福田いいですね。マウリショ、そしてファブリショ、ね、はい、ファブリショ狙っていった、飛んだ、ファブリショが距離はありましたが狙っていきました。この辺もね、やっぱり世界ではシュートレンジなんでしょうね、トーレス、原川が拾う、トーレス、これはいい形になる、金崎、いやー、キーパー触ってるんじゃないですかね、西川、そうですね、いやー、素晴らしいですよね。はい、牧野です。興梠からファブリシオ、そして柏木入ってくる、まだかファブリシオ、戻して武藤、あーと、いやー惜しいですね、興梠、いやー武藤のシュート、惜しいシーンでした。柏木が潰れた後、はい、ファブリシオからの、そして武藤ですよね、左足、キーパーも反応できなかったですね、トーレスは中央、その奥から飛び込んだ、決まった、高橋秀人、鳥栖が先制です。倒れ込むようにヘディングシュート、高橋秀人、いやー、期待で気持ちでねじ込んだね、ヘディングですよね。ちょっと何か試合動き始めたかなという鳥栖の得点を、トーレスディフェンスに行く、あー奪った、これはファールない、トーレスどうするか、ラストパス金崎、あっと金崎、ちょっとコントロール最初のところで少し思うようにいかなかったか、ただトーレスが結果を奪ってこの位置で、ね、はい、はい、青木に対してプレッシャーをいった後ですね、はいはい、これでいって奪った後ですね、でこれバックステップ踏んでるので、どうしてもワンタッチで打つというよりかは後ろに体重を残してしまいましたよね。金崎の惜しいシーン、さあ87分過ぎ、柏木からのボール、遠いサイドヘディング、マウリショ、あっとネット揺らしたか、オフサ
サイドですか。いや多分あのキーパーに対してかなりこうリータダダリが揺らしたかに思われたんですけど、ボンダに対してその前の選手がかなり引っ張っていたんですよ、ね、だから多分それを副審の方が見てたと思うんですよね。それで一回旗を上げて、リーがそのボンダをちょっとこう掴んでいたような状況があったと、そこを取った、そうですね、ファール。上田主審も時計に目をやりました。そして今試合終了のホイッスルです。サガン鳥栖今シーズン初の連勝、前節に続いて1対0、しびれるスコアではありましたが見事に今シーズン初の連勝をマークしていますサガン鳥栖です。高橋礼人のゴールを全員で守り抜きました。